どうも、イラストレーターのモレです。今回は整備済み製品の iPad Pro 2020年モデルを購入したので、イラスト用途特化でレビューしていこうと思います。なぜ今さら型落ちの iPad Pro 2020年モデルを買おうと思ったのかというと、 iPad Pro 2021年モデルは発売から5ヶ月くらい経ってて、発売スパンが短いプロを今更買うのもなぁと思いまして、整備済み製品として最近出回ってきた2020年モデルを買ってみました。イラスト描くだけなら高い現行モデルより安い型落ちで十分じゃねえって思ったわけで、どこまで描けるのか検証してみたさんもあり買ってみました。そもそも iPad Pro の 12.91 モデルは新品で現行 128GB モデルを買うと129,800円、無理。でも 12.91 の iPad はプロを買うしかない。そこでこの整備済み製品です。こちらはなんとね、88,000円、4万以上お安い。まあ、これには理由がありまして、まず整備済み製品というのは新品と中古の間のような存在です。アップルの公式サイトでひっそり販売されています。で、この整備済み製品どういうものかというと、外装とバッテリーが新品で、中身は返品された個体や不具合のある個体の部分を再利用して組み立てたのが整備済み製品です。なのでガチャのように当たり外れがあります。ただこちらの製品はアップル公式で新品を買った時と同じように1年間の保証があり、14日以内なら返品もできます。なので外れが来たら返品できるので、中古品をそこら辺で買うより安心感があります。値段もそこまで変わらないし。でも人気のある製品はね、すぐ売り切れちゃうんで、タイミングが悪いといつまで経っても待つことになるので注意。そしてこの今開封してるのを見るとわかるんですが、整備済み製品は箱が違います。このように真っ白でシンプルなので、この iPad を中古店に売りたいなと思った場合、箱がね違うので欠品扱いになる店もあるので注意。あと本体のシリアルでも整備済み製品とバレます。まあ、でも新品との違いはそれくらいかな。付属品のケーブル類は新品っぽかったです。それでは箱を開けてガチャの始まりです。果たしてまともな製品が来るのでしょうか。色はスペースグレーを選びました。私は神経質なので、この枠の部分が明るい色だとちょっとね苦手なんですよね。でちょっと開けてみると早速見つかりました。なんかね、カメラの枠の部分に白いゴミがついてますね。まあ、拭いたら取れましたが、これはね先行き不安。早速ハズレ個体の香りがプンプンしますね。外装は見た感じ新品なだけあって傷一つないですね。画面もツルツルで綺麗です。 iPad は画面の中にホコリが混入している個体もあるのですが、それもなし、綺麗。そして整備済み製品で意外と知られてないチェック場所がここの穴です。スピーカーなどが入ってる場所ですね。ここに前オーナーの部屋の香りが残ってたりします。無臭とかなら当たり、タバコやペットや芳香剤の強い匂いがあったら外れです。一部界隈では全オーナーガチャと言われてます。では失礼して嗅いでみます。くん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 、一瞬人ん家の匂いがしたけど、なんかね改めて嗅ぐとほぼ無臭。よく嗅いでみると機械っぽい香りです。多分ねこれは当たりです。でも安心するのはまだ早い。それでは電源をつけていきます。この白画面のねこんにちはって見るとね、毎回緊張しますよね。起動した瞬間にドット掛けあるとがっかりする恐怖がある。まあ、私はアップル製品でドット掛け一回も引いたことないけど。そしてこの個体も見た感じドット掛けや常時点灯のドットはないみたいですね。アップル公式で買うと外れ液晶を引いても返品できるのが非常にいい。それでは本体の設定をして早速絵を描いていきましょう。ちなみに iPad の OS は最新の15です。あ、でも忘れてた。その前に Apple Pencil 2を開封。
ファコムのペンと比べたら電池内蔵されてる分少し重いですが、そこまで気にならないレベル。ちなみにサイドを2回押すと初期設定だと消しゴムになります。他にもこれだけ選べます。好きに設定できないんですかね。なんかやり方があればいいけど、後で調べとこ。あとペン先のポインター設定もできません。アップルがここって決めたポインターの場所しかできないので、書き手それぞれのね好きなドンピシャ設定ができない。液タブだとこういう風にペン先のポインターで5個の好きな感じに設定できるんですが、これはねないですね。なので私には少しポインターがずれてる感じがする。人によってペンの傾きとか違うので、ここも感じ方は個人差あるかも。とりあえず慣れが必要。あとカーソルが出ませんね。 PC 液タブに慣れてる人はこのカーソル出ないの最初違和感あるかも。私はね慣れました。ねえ、忘れちゃならないのがこのフィルムですね。私はペーパーライクフィルムを買いました。ペーパーライクフィルムも後でレビューしようかなと思っています。まあペーパーライクは iPad で絵を描くなら貼った方がいいけど、せっかくの美しい画面が台無しになって複雑な気分で、貼ってみるとギラつきがね出る。でも描きやすい。まあギラつき慣れるかな、この程度なら。描きやすさはね非常にいい。それではいよいよお絵描きです。今回はクリップスタジオを使って描きます。 iPad Pro 2020のチップは A12Z です。簡単に言うと最新の2021年の M1 チップと比べて2世代前くらいの、言っちゃ悪いけどうんち CPU です。私がよく使うクリップスタジオペイントは動作のほとんどがシングルコア動作なので、 CPU のシングル性能が弱いと動作がもっさりする時があります。で、 M1 チップと A12Z の性能の違いはこれくらいあります。 A12Z はコア数が多いのと GPU がまあまあだから、マルチコア性能やゲームだったらまだ戦えるけど、 CPU のシングル性能は本当に微妙です。これはどう響いてくるのか気になってたんですが、実際書いてみるとねかなり快適に書けます。ちなみにキャンバスサイズは B4 サイズの 350dpi です。超重い設定のブラシだったらもっさりするかもしれないけど、私が使ってるブラシは全部快適に書けました。まあそれもそのはず、 iPad の 12.9 インチ使ってる人は数ヶ月前までみんなこれで絵描いてて不満の声をあまり聞かなかったので、そりゃね普通に描けるわけですよ。唯一気になったのがクリップスタジオにあるレイヤーを複数選択して変形してる時です。私は顔の角度が気に食わない時は髪と顔のレイヤーを選択して投げ縄で変形したりするんですが、これがすごく重い。目とか顔だけなら1分かからないくらいだからいいけど、全身いじろうとすると完了するまで数分かかることもあります。この処理は昔使ってたボロデスクトップ PC でも重かったから仕方ないかもしれん。むしろこの数分の処理が必要な変形をソフトのアプリケーションが落ちないでできるのがいいですね。結構安心感がある。昔の PC でこれをやると落ちたり応答なしになってアプリを落とさなきゃいけなかったから、いじる前はいつも保存してたんですけど、 iPad はね落ちることはなかった。そしてイラストが完成しました。今回はメンヘラ娘ちゃん。このイラストのメイキング動画は概要欄に貼ってますので、気になった方はぜひ見てください。 iPad のペイントソフトの設定なども紹介しています。で、描いてる時に非常に心配だったんですが、この iPad のメモリ搭載量が 6GB なんですよね。でも全然足りました。ちょっと実験的に完成したイラストファイル4枚同時に開いてみたんですが、それでもメモリいっぱいにならなかったので大抵のことはできちゃいそう。昔のデジタルイラストを描く PC はメモリ 512MB とかがスタンダードだったらしいんですが、その頃はねみんな Mac で書いてたって話はよく聞きます。 MacOS だとねメモリの使い方がうまかったからか、 Windows よりたくさんレイヤーが使えて処理が軽かったらしいんですよね。今では Windows でもスペックでご利用せば快適に書けるから Mac 選ぶ意味もほとんどなくなったけど、その意思はね iPadOS にも受け継がれていたのかもしれない。なので iPad はメモリの数値以上に
レイヤーが使える感じです。あと画面の熱ですね。これは液タブと比べると結構熱い、まあ、パソコンが丸々入っててファンレスなんだからそりゃ仕方ない。で、熱源は画面の下半分です。で、上半分は冷えてるんですよ。なのでこの iPad をひっくり返して下部分を上部分にして書けば正直すごい快適なんですが、ここで少し問題があります。 Apple Pencil を充電する場所がここなんですが、手が冷える場所と逆なんですよね。あとカメラやら音量調整ボタンがあるから、こっち置きだとこのボタンをスタンドが押しちゃったりして不都合が多いです。でも熱を持つので逆に置くしかないという切ない感じになってるので、この辺はボタン押されないようにするとかいろいろ対策が必要かもしれない。角度が変なスタンドだと iPad に力を入れると音量ボタン誤爆しやすい感じで、熱を抑えるのはどうしたらいいのかというと、まず画面の明るさを下げるのが一番有効ですね。画面の輝度をマックスにしてるとすごい熱を持つけど、少し下げるといい感じの温度になります。絵を描くだけなら本体が最大に熱くなっても人肌くらいなので激熱ってわけじゃないです。ストレージに関しては 128GB って足りるのかなと思っていましたが、クリップスタジオの PC 版で使ってるブラシや素材を丸ごと持ってきてインストールした際のストレージの残量はこのくらいです。今後この iPad を使い込んでいくと容量や欠点なんかが出てくると思うので、その際また動画をアップする予定なのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと iPad で絵を描いてるとタッチの誤爆があるんじゃないかと思う人も結構いるっぽいんですけど、誤爆はね意外とない。この辺とかいかにも反応しそうだけどあまり誤爆はしないんですよね。 iPad ってタッチの反応は敏感だけど誤爆は意外と少ない、まあ、たまにしますけどね。ということでいろいろ検証しましたが、まとめると iPad 12.9 2020年モデルでも普通に絵を描ける。欠点は複数選択の変形です。処理時間が長い。あともう一個微妙なところは熱源。2021年モデルって熱問題どうなってるんでしょうね。発熱する場所が有能だったらいいんですが、まあ、多分同じ感じなのかな。今度見てきます。まあ、総括すると予算出せる人は2021年モデルの iPad Pro が絶対いいけど、予算が出せないよって方は2020年モデルでも、もう全然戦えます。なんで大きい画面が欲しい人は整備済み製品でもいいんじゃないでしょうか。 iPad 欠点もいろいろあるけど、正直パソコンも買わずに液晶モニターもついて普通に絵が描けるものが8万円で買えるってコスパ良すぎでしょって感じですね。みんな iPad で絵を描こう。それでは今回はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。